アメリカ、ニューメキシコ州のサンダーエッグハンガリー、マトラ山脈のモスアゲートインド、ケンカワのデンドリティックアゲートアメリカ、オレゴン州のプルームアゲートアメリカ、オレゴン海岸のセージナイトアゲートアメリカ、オレゴン州の中部アゲートアメリカ、オレゴン州のイリスアゲートアオモリ県、津軽地方の海岸沿いで採れる水槍液。赤と黄色は、周囲の土壌や埋まっていた地層により自然着色された。 もの。メノーは、島状の玉髄の一種で、オパール、石英、玉髄が、カ、ナリはあるいは堆積岩の空洞中に相上に、沈殿してできた、鉱物の変種である。主成分は、塩2。比重は2.62から2.64、モースコードは6.5から7。陰微消質であるため、肉眼では、結晶を認めることができず、非消質のように見える。 しばしば中心部に隙間を残し、アキラーを形成していることがあり、また稀に液体、気体がその隙間に存在することもある。メノーはありふれた鉱物で世界各地で産する。特にメキシコ、アルゼンチンなどの南米やドイツ、オーストラリア、ボツワナ、ポーランド、チェコやイギリスのスコットランドのものはカラフルで世界中のコレクターの間で人気がある。 日本では、青森県、石川県、群馬県、富山県、北海道などで3日、七宝の一つに数えられている。メノウは、多工室であるため、人工的に染色が可能であり、玉髄と共に、灰皿、置物、印鑑など、様々な工芸の彫刻材料として使われる。穴を開けた球場の島メノウに、ゴムや紐を通し、ジュエリーやジュズ、ブレスレットや、 ペンダントなどのアクセサリーとしても使われる。高度が高いのを利用して、科学実験用の乳鉢などにも用いられている。また、比較の艶出し用のローラー素材として使われている。メノウの名前は、石の外観が、馬の脳に似ているため付けられた。事実、十世紀前半成立の、和明類受賞巻11、玉類の項目では、メノウ、を、馬脳と表記し、俗音。 女なうと記述する。英語のアゲートは、ギリシャ語のオケーティーズに由来し、これは、イタリア・シチリア島の同盟の川でこの石が取られていた、ためである。壁玉や玉髄などが、相乗になっているものがメノーであり、相乗になっていない場合は、メノーではない。例えばメノーの島模様が見えない場合、メノーの一層だけを切り出した場合はすでにメノーではない。 しかし、宝飾業界ではあまり区別されず、壁玉や玉髄のことを、メノウと呼んだり、逆に例えば赤メノウを、カーネリアンと呼んだりすることが多い。ありがとうございます。